ぱり、まあ、今現に落ちてるし、でも自分のメンタルの中でまた取り返せばいいじゃんっていう感じですね。自分は攻めで言いますから、守りに入んないですから。だってもうこのオファー受けてる時点で守りに入ってないじゃないですか。どうですか、キスさん。あ、いい感じ。これまたテーピング持って今回はもう一緒に戦ってる感じだったんで、すごい分析もしてくれたし、もう直前まで作戦のことを言ってくれました。ゴングが鳴る瞬間まで言ってました。純粋に見てみると堀口選手の穴がめちゃめちゃ多いんで、堀口選手の全ての攻撃とフェイントに対して顔一つで避けるテクニックをつけること、あのフェイントに対して大きなリアクションしかできないからみんな翻弄されちゃうし、堀口選手の攻撃全て右でいいと思うんですよね。俺顔一個だけずらした左フックか右ストレートしかないんで、相手があと絶対に倒れるように頭が考えすぎる、顔一つだけずらしたクロスカウンターどっちでも当たるんで、まあ、あと攻撃した時に最後右に避ける癖があるんで左の飛び膝が入る。なかなか堀口さんに勝つっていうことは難しいと思うんですけど、穴がないわけじゃないんで、そこをうまくついていければ、堀口選手の打撃は相手のことをフェイントかけてすごい動いてるんですよ。彼選手は本当目もいいですし度胸もすごいんで、そのフェイントをかけられないように相手の打撃を見るっていうことが一番大事です。研究されてるな、これからもこういう試合が増えてくると思うので、まあだからどんどん自分も研究しないとな、また新しい発見もしないとなっていうのもありますよね。チャンピオンって毎回ちょっとずつ何か変えていかなきゃいけないですかね、はい、そうですね、多分今のもう総合だとそうしないと多分勝てないと思うんです。